バベル裁判所。俺の名前は永田博人、しがないサラリーマンだ。うわ、危ない。ごめんなさい。勘弁してくれ。そして幾多の車のトラブルに巻き込まれてきた。そんな俺は人呼んでハードラッカー。トラブルのたびにこの木波弁護士に助けてもらっている。永田さん、今行けたんじゃないですか。これくらい慎重な方がいいんです。他の車への走行妨害にならないようにしてくださいね。先生がいなければ俺の人生はとっくに終了している。車はとても便利な乗り物だが、同時にとても危険な乗り物でもある。なんて気持ちのいい景色なんだ。これこそドライブの醍醐味だよな。しかし俺にとって生きる上では決して欠かせないものなのだ。こうして生命力の回復を終えた俺は安全運転で帰路についていた。この交差点かなり見通しが悪いな。こういう時に信号のありがたみを感じるよ。海にも負けない美しい青色に導かれ、俺はまっすぐ車を走らせた。間違いなく青信号のはずだった。ドアを左から直進してきたトラックにぶつけられてしまったのだ。助手席は大破、エアバッグに挟まれた俺は身動きができなくなっていた。また事故か。だけど青信号だったし、俺に火はないよな。すぐ助けますから。はい、お願いします。しかし幾度となくトラブルに遭ってきた俺にとっては慣れたものである。しかし真のハードラックはここからであった。おいてめえ、赤信号で突っ込んでくるった何のつもりだ。いやいや、信号無視してきたのはそっちでしょ。なんと衝突してきたトラックの運転手が俺に火があると主張してきたのだ。しかもそれだけではなかった。しらばっくれても無駄だぞ。こっちには目撃者もいるんだからな。え？私トラックの後ろにいたんですが、信号は間違いなく青でした。俺は事故の責任を問われる立場となってしまったのだ。俺はいつものように木波弁護士に助けを求めた。信号無視なんて本当にしてないんです。わかっています、一緒に頑張りましょう。そして事故の裁判が始まった。本当に青でしたか？はい、私も青信号を確認してアクセルを踏みました。間違いありません。現場の付近には監視カメラ等はありませんでした。しかし一人の証言だけで結論を出してしまうのは少々強引ではないでしょうか。こちらに資料があります。被告は過去に何度も車に関するトラブルを起こしています。それはこれらは被告人が危険な運転をする可能性があることを十分に示しています。被告人の過去は本件と関係ありません。こうして裁判官の心証を損なった俺は執行猶予がついたものの、危険運転致傷罪で有罪となってしまった。自分のハードラッカーぶりに絶望した俺だったが、木波先生は諦めていなかった。控訴しましょう。目撃証言を覆せば十分に可能性はあります。はい、よろしくお願いします。木波先生と出会えたことは俺の人生で一番の幸運だったに違いない。まずは現場を実際に見に行きましょう。運転は私がします。赤信号はもちろん、黄色信号でもなかったんですね。歩行者信号はどうでしたか？すいません、ちょっと覚えてないですね。次にトラック側がどうだったのか検証してみることにした。こっちからだとさらに見通しが悪いですね。こんな交差点じゃ信号無視とか見切り発進とか無謀な運転はできませんよね。やっぱり俺が信号見間違えたのかな。警察と検察もそう考えたのかもしれませんね。え？実はトラックの運転手のこと少し調べてあるんです。あの宇川というトラック運転手は仕事で毎日のようにこの交差点を通っています。しかし事故当日は搬入が遅れていて急いでいたようです。急いでいたなら通い慣れた道で安全確認を怠ってしまっても不思議ではありません。でも目撃者の証言はどうなるんですか？信号は青だったって言ってますが。永田さん、今車の前どうなっていますか？え、前にトラックがいて何も。あ、はい、赤信号が見えないままトラックのすぐ後に続いたんです。それならどうして青だったなんて嘘を。事故の後に青に変わった信号を見たのではないでしょうか。目の前で事故が起きてどっちが悪いのかとっさに信号を見たんです。木波先生は事故のあらましをこう考えていた。トラックが交差点に差し掛かった時、交差車線の歩行者信号は赤になっていた。運転手はすぐに青になると考え交差点に進入、そして黄色信号に変わる直前に交差点に進入した永田さんに衝突してしまったのです。木波先生の仮説は筋も通っていて説得力があった。でもそれを証明する映像とか物的証拠はないんですよね。裁判で勝てるんですか？とりあえず現場の写真と映像をできるだけ用意しておきましょう。木波先生にはまだ何か勝算があるようだった。そして控訴審が始まった。トラックからは停止線を越えたあたりでないと右側の交差車線の信号は見えません。しかし運転手は確認不足のまま交差点に進入したのです。トラックの方が悪くないか？
先生の主張に裁判官や傍聴席の反応は上々だった。弁護人の主張は興味深いですが、あくまで状況証拠に過ぎません。それは検察の主張にも同じことが言えるのではないですか。しかしこちらには目撃証言がある。警察や検察はその証言の信憑性の精査を行いましたか。現場の交差点は信号が変わるまで時間がかかり、渋滞が起きやすいと有名です。この交差点付近は車間距離を詰めやすい環境にあるのです。トラックの運転手同様に、この交差点をよく利用していた目撃者も同じだったのではないでしょうか。そして先ほども指摘しましたが、被告に落ち度があったという物的証拠はありません。そのため証言を疑うようなことはしなかったのではありませんか。それは警察や検察が捜査に手を抜いたと言っているのか。端的に言えばそうなります。事実、調書に記されている目撃者の証言にはわずかな違いがあります。それじゃあ信号は青だったんですね。はい、事故の直後に見たので間違いありません。しかしその後の事情聴取ではこう証言しています。信号が青だったのでトラックに続きました。実はこの時俺も木南先生も知る由はないが、検察官は誘導するような聞き方をしていた。信号が青だったのは事故の直後ですか。でも普通交差点に入る前に確認しますよね。待ってください、今はもっとよく思い出しますから。木南先生は目撃者を法廷に呼び出していた。この通りトラックの真後ろを走っていると信号は見えません。事故当日はどうでしたか。もう前のことなのでよく覚えていません。こうして木南先生は証言に信憑性が欠けていることを証明したのだ。さらに木南先生は俺の経歴についても弁護してくれた。被告人は確かによく車絡みのトラブルに遭遇していますが、本人に非のないものばかりです。つまりこれらは被告人の運転への意識の高さを示しているのです。先生。そして判決の時が訪れた。証言の正確性には疑問が残り、被告の責任を問えるものではない。よって一審の判決を吐き、被告人を無罪とする。先生ありがとうございました。永田さんもお疲れ様でした。木南先生の称賛、それは警察の捜査への不信と俺への信頼だったのだ。この結果は永田さんが真摯な安全運転を続けていたからこそですよ。はい、新しい車にはドライブレコーダーをつけたいと思います。ぜひそうしてください。しかしドライブレコーダーは事故の保険のようなものであり、投資するものではない。先生助けてください、せっかくの新車が。 100% の安全運転は存在しませんね。俺のハードラッカーライフは車を運転する限り続くのかもしれない。次回のバベル裁判所は、何度罪を犯しても執行猶予になる裏技。ある建設現場で作業員が死亡するという事故が2度も起こった。しかし安全を軽視した社長に下された判決はあまりにも軽いものだった。推定無罪の原則とは。次回もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃さないようにしてくださいね。